29日の東京株式市場日経平均株価は大きく上昇し終値は前の日と比べ714円高い27,568円で取引を終えました1990年8月以来30年4ヶ月ぶりとなる水準でバブル崩壊後の高値を更新しましたニューヨーク市場でナスダックやダウなど 主要な株価指数が揃って過去最高値を更新したことや、アメリカの追加経済対策の成立を交換する買いが入ったことで、日経平均も大幅な上昇となりました。